こんばんは注目するべきニュースが飛び込んできましたあ仮想通貨の税金のことなんですけどもこれが改正に向けて議論が始まったようです。 交換での課税繰述にはまあ道筋も通っているという記事なんですけどもご覧ください、えー、仮想通貨の税金なんですけどもねやっぱりこれからどうなるんだろうかと多くの方があ心配されていることだと思います現在の課税はちょっと高いということですよね、えー、ここに記事が書いてるんですけども日本維新の会ではですね3月22日財政金融委員会で財務省主税局長などに仮想通貨の税制について質問したということなんですよね取引では市 申告分離課税の20%仮想通貨同士の交換は非課税にするべきではないかなと主張しているんですよねえ、これはブロックスへの技術に対して税制が遅れているとの指摘から始まっています現状の仮想通貨の取引データ利益には総合分離課税最大55%が住民税を含んで課せられていますちょっと高いんですよねで一方で株式外為めこの金融 FX で得た利益には特例が適用されて住民税を含めて約20%が あ税金の対象になっているという申告分離課税なんですよね、えー、花巻議員は仮想通貨の取引の利益でも将来的に FX と同じように申告分離課税20%にする可能性はあるかと質問をしてくださいましたあ北野次,、えー、次彦お財務主税局長読みにくいですねこれね FX はああの為替リスクの回避など重要な役割があると もっともそうですね。幅広い投資家の参加を促すために、申告分離課税20%を適用しているのであって、仮想通貨を同列に論じるのは難しいと現時点で否定的な見方を示しました。まあ、こう言われたら確かになというところもありますよね。で、さらに、えー、花巻議員はブロックチェーンやあー、技術や市場を育てるため、税の公平性という観点からも、仮想通貨取引の利益は、申、え、告、ーまあ、分離課税20%にするべきだと主張してくださってます。 えー、保守の主、保守の主税局長ですね。えー、申告分離課税の適用には、投資家保護規制が重要で、さらにその取引を国が支援するのが前提だと述べたと。仮想通貨での税金が FX を同量に低くなるためには、政治家たちがブロックチェーン技術を含めた仮想通貨を政策として支援する必要がありますよね。えー、ということはですね、まだ記事がどんどん続くんですけども、どう思うかっていうと、やっぱり J コインっていうのがね、今、日本が作られていますね。特に、あのー、 まあ、みずほ銀行とかね、主要銀行も暗号通貨を作ってるということなんですけども、さあ、こちらにはですね、そんな55%の課税とかやってられないと思うので、このあたりなんじゃないかなと思います、えー。J コインをはじめとした国主導、もしくはメガ企業主導の暗号通貨が出てきたときに、それは全体的に暗号通貨の取引に関しては、課税をちょっと柔らかくしましょうという議論が本格化してくるんではないかなと思います。まあ、同様にですね、いろんなことが考えられると思いますけども、私の 考えではですねやっぱり将来的には暗号通貨の課税率というのは下があると思いますので、慌てて利益確定する必要はないかなと、それこそ10年放置しておいて、その含み益がですね、まあ、課税の対象としてかなり安くなるんではないかと思ってますから、まあ、待っておいてもいいのかなということで、えー、必然的に、まあ、ガチホールドってやつですか、あ長期ホールドにならざるを得ないかなと思います。まあ、それででですすねね当面必要なな資金はは暗号通貨は決済するんではなくてて、えー、頑張って、ね 働いてお金を作れば済むことかなと思ってしまうんですけども皆さんどうお考えでしょうかでは今日はですね、ちょっとだけ明るいニュースかもしれませんけども、まあ、こういった動きがありますよってことをお知らせしました。では失礼します。